ビル・エヴァンスは、アメリカ合衆国のジャズ・サックス奏者。エヴァンスに影響を与えたアーティストは幅広く、ソニー・ロリンズ、ジョー・ヘン・ダーソン、ジョン・コルトレーン、スタン・ゲッツ、スティーブ・グロスマン、デイブ・リーブマンなどが挙げられる。こうしたアーティストたちのソロについては、楽譜に書き起こしたことは一度もないが、とても深いところで、直感的に感じ取り、一人、 カズとのスタイルを理解することができるんだと述べている。なお、ピアニストのビル・エヴァンスとは同性同盟の別人で血縁関係その他はない。エヴァンスの父はクラシックピアノの記載で、エヴァンス自身も中学生になるまではクラシックのクラリネットを学んでいた。サックスを学ぶようになって、最初はソニー・スティットやスタン・ウェッツといったアーティストのライブをシカゴのライブハウス、 ショーケースで聴いていた。ヒンズデール中央高校に進学し、テナーサックスをビンスミッコに支持する。エヴァンスは主にテナーサックスとソプラノサックスを演奏している。ノーステキサス大学やウィリアム・パターソン大学で学び、マイルス・デイビスと共演したデイブリーブマンに支持している。1979年にニューヨーク市に移り、数えきれないほど多くの時間をかけて、 ロフトでのスタンダードの演奏に打ち込み、自身の即興スタイルを完成させた。22歳の時、マイルス・デイビスバンドに加入、1980年代初頭のマイルス・デイビスの復帰に立ち会っている。マイルスと共演している、よく知られたアルバムに、The Man with the Horn、We Want Miles, Star People, で恋がある。さらに、ハービー・ハンコック、ジョン・マクラフリン、 マイケル・フランクス、ウィリー・ネルソン、ミック・ジャガー、レス、マッキャン、マーク・イーガン、ダニー・ゴットリーブ、イアン・アンダーソン、ランディ・ブレッカー、オールマン・ブラザーズ・バンド、メデスキ、マーティーン・アンド・ウッドといったアーティストたちと共演、もしくはツアー参加、あるいは録音を行っている。ライブアルバム、プティ・ブロンドでは、ビクター・ベイリー、デニス・チェンバース、ミッチ・フォアマン、チャック・ローブラと共演し、 前面に出た演奏を聴くことができる。最新作とその前のアルバム、すなわち、ソウル・インサイダーとソウル・グラスは、グラミー賞候補として推薦された。ソウル・グラスは、革新的なブルー・グラス、フュージョンのアルバムであり、ベラ・フレック、サム・ブッシュ、ブルース・ホー・ンズ・ビー、そしてドラマーのビニー・カリュータラが参加している。1980年代から1990年代にかけて、 エヴァンスはグループエレメンツのメンバーだった。1984年にはマハビシュヌオーケストラの再結成にも合流し、1987年の解散まで在籍した。1990年からは自分自身のバンドを率いて世界中で年間90回近くコンサートを行うようになった。これまでに17枚のソロアルバムを録音し、 グラミー賞候補に2度推薦されている。また、2009年には、アルバム、バンズ・ジョイントを録音している。自分のソロプロジェクトでは、ブルーグラスの影響を受けたジャズから、ファンク、コンテンポラリーグルーブまで様々な種類の音楽を演奏している。また、エヴァンスはいろいろなグループと交流を持っており、楽器について、豊富な知識を持つ人物だと考えられている。 アメリカアナで使われるようなバンジョー、フィドル、マンドリン、スティールギターといった楽器を使いたい。こうした楽器を用いて自分の曲を書こうと考えていると述べている。ベルリンで演奏するビル・エヴァンス・ロン・カーター・エレメンツ・ギル・エヴァンス・ダニー・ゴット・リーブ・ディノベッティ・マハビシュヌ・オーケストラ。ありがとうございます。